ご機嫌うるわしゅうございます、お嬢様。ご機嫌うるわしゅうございます。はい、それでは今回もお食事のご紹介をさせていただきます。はい、さあ前回に引き続き、はい、能見さんに、はい、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。能見さんは、はい、こうお屋敷でですね、いつもワインを皇族人羊と一緒に選定して、はい、月替わりでいつも用意してくださっているんですけども、こうソムリエを取得した時に、はい、一番苦労したこととかってありますか？一番苦労したこと、はい、さようでございますね。やはりソムリエになるためには試験というものがございまして、はい、いろんなブドウから作られたワイン、そのブドウ品種を当てるではないですけど、品種当てゲームではないですけれども、そのテイスティングをしなくてはならないというのが非常に難しいところでございまして、品種も数限りなくございますからね。要は紅茶でいうと、分かりやすいものから、はい、すごい似たような地域がとても近いとか、作り方が似てるともうどっちがどっちなんだろうみたいなものもあったり、特に紅茶でいうとこうスリランカの紅茶なんてのはやっぱりハイグロウンドからローグロウンドがあるんですけども、これがまたこう繊細な違いで、はい、ございますね。ありがとうございますね。そこをこうくぐり抜けてクリアした能見の抜群の舌を持って、今回もハードルが上がっておりますが、前回と同様素敵な言葉をきっと出してくれるというふうに私信じております。頑張らせていただきます。それではこちらの、はいはい、お食事のご紹介をいたしましょう。さて今回ご用意いたしましたのはこちらのキッシュでございます。こちらはうらら風のキッシュと申しまして、使われている食材はスモークサーモン、新玉ねぎ、そしてハーブでございますディルが使用されてございます。新玉ねぎ、やはりこの季節ならではのものでございますが、先ほど私シェフからですね、その新玉ねぎどのように調理をしておるかという、まあ、ワンポイントではございませんけれども、それを聞いてまいりました。なんとですね、3、40分ほどオーブンの中で焼いてございまして、それによって、まあ、熱を加えることによって玉ねぎの甘みをより引き立たせているということだそうでございます。すごく手間がかかった一品ということでございますね。さようでございますね。ちなみにこの使われているハーブディルでございますね、はい、私普段あまりハーブを口にしないのですが、たまにですね、はい、こうピザをいただいた時にディルが乗っていて、それがものすごいこういいアクセントになって、いただいた記憶がありまして、こうディルとチーズ、そしてこの生地と申しましょう、小麦粉との相性っていうのは私も間違いないなとは思っているので、今からちょっと試食できるのが楽しみでございます。もう喉が鳴っております。早速頂戴いたしましょう。はい、カットされたのをご用意してございます。今回は4等分にしてございます。はい、はい、熊川の分をなるほど、後で取っておきたいと思います。後で熊川にあげたいと思います。はい、まあ早速能見さんいかがでしょうか。私から頂戴してもよろしいですか。はい、どうぞお先に。ではいただきます。はい、この見た目も大変、何と申しましょうか、すごい春うららかな感じがございますね。でございますね。2層に分かれておりまして、上の部分がスモークサーモンで、下に新玉ねぎがあると。はい、何と申しましょうか、新玉ねぎっていうと、はい、どうぞどうぞいただきます、はい、シャキシャキ感も大切なんですが、うん、びっくりいたしましたか。熊川とは、熊川にはないリアクションが出てきました。シンプルに、はい、申し訳ございません、美味しい。なるほどなるほど、究極の言葉が出てきましたね。はい、少々お待ちください。そうですね、ちょっと口の中がまだもぐもぐしておりますので、サーモンのこのパステル感がさらにこの春らしさを、うん、そうですね、色合いがこうピンクとディルのこう緑とアバレイユのこう黄色と彩り豊かですよね。ありがとうございました。すごく新玉ねぎの、先ほど香川筋がおっしゃってくださった優しいお味、あ、甘みがしっかりと出ておりまして、すごくこのサーモンとの相性がよろしくございますよ。はい、はい、では次は、では私、あ、どうぞどうぞ。はい、失礼いたします。あ、どうぞどうぞ。なんかすごい見つめられて恥ずかしいので、よ
今回ワインのテイスティングでございますけれども、はい、まあ、それ先ほど品種とおっしゃっておられましたけれども、ブレンドされたものもやはり、さようでございます。その単一の品種だけではなく、はい、紅茶もブレンドティーがあるように、特にフランスのボルドーのワインなどは、カベルネ・ソービニオンと申しますブドウと、メルローがブレンドされたものが大変多くございますので、なかなかその違い、味わいのバランス感というのも難しいございますね。私、はい、いただきました。こう、なんと申しましょうか、はい、こうスモークサーモンでまずこう海の幸のこう、あとはその動物性のこの味の、はい、しっかりとしたこう味が広がった後に、はい、こうブワーッと、大地が現れまして、それをこう玉ねぎたちがですね、はい、海鮮山鮮が出てきて千年山に鮮です。色が三千でございます。それはただ言っただけです。言いたいことを言って、はい、なんかその2つの良さをですね、こうディルがすごいいっぱい主張するわけではなく、こう私もいるよ、私もいるよみたいな感じで、なんかその2人をつなぎ合わせてくれるキューピッドのような存在として、このディルが存在してくれてですね、こう三位一体となってとても美味しゅうございます。なるほど。では最後に香川執事、はい、では頂戴いたします。はい、いや、はい、やっぱりこう能見さんがここにいると香川さんとはまた違うこのテイストになるというか、なるほどなるほど、はい、大体熊がいるとこう面白いことというか、こう、親父ギャグ、親父ギャグ、まあ、彼の得意技ではないですけれども、そうです、それが炸裂するということは重々話してみたいと思います。そうなんです。なんかこう、うまいことを言おうとする感じがこうあるんですけども、なるほどなるほど、能見さんはこう、木をてらわずに自然体で、カメラの前におります。はい、とてもいいコツだと思います。ありがとうございます。若田さん、いかがですか。いやー、これも最高ですね。もう、シンプルですね。サーモンがやはり塩気が若干あるのと、まあ、それと下で支えているのがこの新玉ねぎの甘さですね。このまさにですね、2層になっているというのは、そういったの下支えもあってといったところもかもしれませんから、本当にこうしての中でこう複雑にこの甘みと塩気が非常にこうバランスよく、あ、それこそこう押し寄せてくるではないですけど、なんかこう物によってはトマトでしたりとか別のこうソースでしたりっていうのが入ったりするんですけども、本当にこれはもうこの素材の味だけで勝負できる機種でございますよね。ぜひぜひお嬢様にもお屋敷で味わっていただきとう存じます。それではお早い帰りをお待ちしております。ごきげんよう、お嬢様。ごきげんよう、お嬢様。